一般の方への接種のスケジュール、目処が見えつつあります。はい、今回東京都が新たなスケジュールを出しました。それがこちら、はい、高齢者分のワクチンの配送予定ということになります。4月の5日世田谷区を皮切りに4週に分けて配送されるんですが、この順番、高齢者の人口が多い順ということが決まったということです。はい、こちらが23区、そして市町村部は同じ4月の5日八王子市をスタートにこのように配送順が決まりました。うん、ただ問題はこちらです。はい、4月25日までの配送予定として東京都としてめどが立っているのはわずか2万1450人分なんです。うん、これ都の高齢者人口の 0.7% にしかならないということなんです。はい、本当に各自治体わずかなワクチンが送られてきて、それをどの人に接種するか、そのあたりの采配は各自治体に任されているということで、はい、ある都の自治体関係者はどう優先順位をつけても必ず不平等感が出る、ワクチン接種を一刻も早く進めたい一方でいっそのこと安定的に供給できるまで配布しないでほしい気持ちもあると、まあ、複雑な思いを吐露していました。そうですね、やはりなぜじゃあ隣町は始まっててこっちはまだだっていうことは、まあ、人口に応じてって話は大木さんの説明通りでしたけどもね、はい、またこちらの自治体の方のお気持ちもよくわかりますし、まあそういうクレームが来るだろうなっていうことを、まあ、予見してのお話なんでしょうけれども、まあ、お互いね、何せこう未曾有の出来事ですから、そうですね、何かそういう想像力を持ちながら協力しながら進めていければいいなというふうには思いますね。はい、